どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですね、新パックですね、デュエルリンクスの2月の1日、まあおそらく0時だと思うんですがに実装されるパックの、おすすめランキングトップ3考えてきたので、発表していきたいなというふうに思っております。ぜひね、新パックを向くための、参考にしていただければなというふうに思っております。まあ今回のパックは、ファントムナイツと、あと、無限起動っていう、テーマがいくつか入ってました。サイファーですね、サイファーが入ってまして、まあその辺に興味がない、方は、まあ、向かなくていいのかっていう話なんですけども、1周くらいはねしていただいて損ないんじゃないかなと、思います。まずですね、第3位からいきましょう。第3位はギャラクシーアイズサイファードラゴン UR です。このモンスターはドラゴン族エクシーズ効果モンスターでございまして、レベル 8×2 で作れる、まあ、汎用のランク8ですね。でこのカードはどういう効果を持っているかっていうと、これはアークファイブの、カイトさんが使うエースモンスターなんですけど、めっちゃかっこいいんですよ。一旦に一度このカードのエクシーズ素材を1つ除いて相手フィールドの表が表示モンスターをパクります。エンドフェーズまで。でこの効果でコントロールを得た、モンスターの効果が無効化されますよと。で、攻撃力が3000になって、カード名をギャラクシーアイズサイファードラゴンとしても扱いますよと。でこの効果の発動後ターン終了時までこのカード以外の自分のモンスターは直接攻撃ができないと。だこのモンスターだけは直接攻撃ができるけど、まあ、パクったモンスターで直接攻撃をすることは、まあ、できませんよみたいな感じの効果になってます。で、サイファーは結構レベル8が並びやすいっていうのと、レベル8並ぶんだったらどのデッキでもいいんで、まあ、例えば青眼とか、ギミックパペットとか、まあ、そういうデッキから、まあ、このモンスター出すことは一応できると思うんですよね。で、こいつ何が強いかっていうと、やっぱパクってダイレクト3000を決めることができるっていうのがめっちゃ強くて、性能的にやっぱり、まあ、もちろんエネアードとかで破壊してダイレクト決めればいいっていう話もあるかもしれないですけども、まあ、こいつは普通にエクシーズ素材を1個だけ取り除けば相手のモンスターパクれるんで、これがめっちゃ強いっていうのと、あと、まあ、まだ来てないんですけど、あのね、適当にねギャラクシーアイズの上に乗せてエクシーズ召喚できるモンスターもいるんですよ。サイファーエクスドラゴンって言ったかな、あのちょっと名前忘れちゃったんだけど、要は何でもギャラクシーの上だったら何でも重ねれるっていうのがやばいモンスターがいて、でそのパクったモンスターの上に重ねるっていうこともできるんですよ。お前のモンスターいただいてお前のモンスターの上に重ねるぜっていうなんか犯罪みたいな動きも、まあ、まだ来てないですけど後々できるかもしれないんで、まあ、集めておいて損ないカードなんじゃないかなというふうに思います。ということで第3位は、ギャラクシーアイズサイファードラゴン。第2位はこちら、漆黒の闇よりグドンなる力に抗う反逆の牙、今ここにせよダークリベリオンエクシーズドラゴン。これが第2位です。レベル 4×2 で作れるランク4のモンスターで汎用ですね、非常に汎用。まあちょっと見た目が、エヴァンゲリオン初号機っぽいんで、僕はまあ初号機って呼んでたことあったんですけども、このモンスターなんですが、このカードのエクシーズ素材を2つ除いて相手フィールドの表が表示モンスター1体対象にとってそのモンスターの攻撃力を永続的に半分にして、その数自分このモンスターの攻撃力を永続的にアップすると、まあ、フォースですね。基本的にはフォースするんですけど、永続効果なので、パクった攻撃力はそのまんまになります。だからまあ、強いモンスターであればあるほど、自身の攻撃力をアップすることができると。まあ基本的に相手のモンスターを半分にしてぶん殴っていくんで、まあ2500ダメージが通ると思ってもらえば、まあいいんじゃないかなと思いますね。まあだから、まあ役割としては、まあ戦闘破壊になってくるんで、基本的にはね。なんで、まあデッドリンシーンとかと、まあちょっと枠は食い合うかなとは、思うんですけど、このモンスターのやっぱりいいところは、かっこいいっていうところですね。あと、エクスチーズ素材を2つ取り除くことができるっていうところ。例えば、ファントムナイスとかだと2つ取り除いた後に墓地からその素材の効果を発動するっていうことももちろんできますんで、まあ、デッドリシーンは1個しか履けないかもしれないですけど、ダークレベリオンは2個一気に履けるんで素材をね、だから素材の効果を一気に使うっていう、そういうメリットもあるんでね。なんで、まあ、使い分けになってくるかなとは思うんですけど、デュエルリンクスの場合は、ダークレベリオンやシズラゴンは1枚持っといて損ないかなとなんじゃないかと思うんで、1枚ゲットしましょう。というわけで栄えある第1位はこちら、ファントムナイツブレイクソード。これは強いですね。まあファントムナイツデッキに入るのはもちろんなんですけども、まあ、レベル3軸の、まあ、例えばマグネットウォーリア磁石とか、まあ彼岸とか、なんかそういうデッキにも入れることができるんですよね。でこれどういうことを持ってるかっていうと、レベル43モンスターかける2で作れる、ランク3汎用で、一旦一度エクシーズ素材を取り除くと、自分と相手フィールド上のカードを1枚ずつ選択して破壊すると。だから、スクラップドラゴンですね、基本的には。はい、
で2番目、駆使召喚されたこのカードが破壊された場合、自分の墓地の同じレベルのファントムナイズモンスターを2体特殊召喚できて、その特殊召喚したモンスターのレベルが、まあ、1個上がるよと。だからまあレベル3で2体作って、で相手のカードを破壊しながら自分を、ぶっ破して、で、レベル4にして蘇生して、このさっきのダークリベリオンにつなげるみたいな動きに基本的にはなると思います。まあ、デッドリシンとかも出せますし、この辺はちょっとスキルの兼ね合いでね、出せる出せないとかあるかもしれないですけども、これはね、だからもう単純にレベル3が2体並べば1枚除去できると。でファントムナイズデッキであればさらに除去した、後に素材が戻ってくるんで、まあ、実質ブレイクソードが1除去になってるっていうことですね。でこれかなり強いです。レベル3デッキであれば絶対1枚か2枚は欲しいと思うんで、まあ、これはねぜひ向いていただきたい。でこの子の発動ボタン終了時まで自分は闇属性モンスターしか特殊召喚できないっていう、まあ、縛りがついちゃうよっていう感じですね。はい、ランキングは以上です。マジでね、ファントムナイツって OCG の方でもめちゃくちゃ環境なんですよ。まあちょっと向こうの方はリンクモンスターとか、まあ、もうちょっと強いね、トラップカード、魔法トラップカードとかあったりするんですけど、とにかく今回のパックはファントムナイツが熱いんで、ダスティーローブとあとサイレントブーツね、この辺のカードはねファントムナイツ好きであれば、まあ、3枚ずつ集めておいていただきたいカードになってますんで、ファントムナイツ好きな方は絶対3周で、まあそういう人じゃない場合は、まあ、1周といった感じでいいと思います。はい、以上です。また新パックの放送でお会いしましょう。じゃあね。